SDKFZ-8 は第二次世界大戦中、ドイツ軍で使われたハーフトラック形式の牽引車である。1931年、ダイムラー・ベンツは10クラスのハーフトラック形式の牽引車として、ートンの牽引力を持つ z d 5を開発した。これは当時のソビエト連邦との密約によって、ソ連領内の火山でテストされ、その結果、 経営力を増した DBS7 が最初の量産車として1934年から生産された。数年後に登場した DBS8 では転輪数が一つ増えて6組となり、1938年の DBS9 ではより強力なマイバッハ一 l 8 5エンジンを搭載していた。 その紹介量型である DBS10 は1939年に生産が開始され、これが12トンハーフトラックの主量産型、最終型となった。12トンハーフトラックは、15センチメートル K16 や17センチメートル K18、21センチメートルミセス18などの重榴弾砲や10.5センチメートルフラック38の牽引に用いられた。 戦中の写真では、1クラス下の8.8センチメートルフラッグ18、36、37を牽引している姿も見られる。生産は、ダイムラー・ベンツ、フリードリヒ・クルップ・エージ、クラウス・マッファイで行われ、約4000両が作られた。少数が、チェコのシコダッシャでも生産されたと言われる。 ありがとうございます。